女の YouTube アカデミアへようこそ。さあ、本日も早速参りましょう。と、その前にチャンネル登録と高評価、コメント、通知設定のオン、SNS でのシェアよろしくお願いします。また、チャンネルのメンバーシップと動画の画面の下にある、サンクス、ボタンからも応援よろしくお願いします。Twitter も YouTube では扱わないことも発信するので、概要欄から登録よろしくお願いします。こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。聞いてくれ、霊夢。そんなに突然どうしたの？魔理沙、7月に放送されたやりすぎ都市伝説を見てから、都市伝説ネタを探すのマイブームなんだ。いろいろな都市伝説があるし、探せば探すほどいろいろ出てきて面白いぜ。そういうことね。確かにいろいろな都市伝説があって面白いわよね。マリサの好きな都市伝説は何かあるの？俺が好きな都市伝説は、付き合いたてのカップルがディズニーランドでデートをすると破局するだな。え、もっと他にも都市伝説はいろいろあるわよね。イルミナティカードとか、ケネディ暗殺事件とか、最近だと安倍首相襲撃事件についてとか、どうしてたくさんある都市伝説の中で、わざわざディズニーランドを選んだの？だって俺にはパートナーがいないんだぜ。周りで、うっふけ母とイチャつかれたら腹が立つじゃねえか。めちゃくちゃな理由ね。でも、ディズニーランドの都市伝説はかなり有名よね。最近、調査会社が若い男女450人ほどにアンケートしたところ、ディズニーランドデートが原因で破局した経験がある人は約 0.8% だったそうよ。そんなに少ないのか。意外だぜ。つまり、ディズニーランドの都市伝説は必ずしも正確ではなかったということだな。まあ、実際に別れてしまったカップルもいるわけだから、間違いとも言い切れないけどね。都市伝説にも、正確ではないこともあるってことだな。そうね。このチャンネルでも何度も紹介している通り、都市伝説や予言が必ずしも正しいとは限らないわ。でも、いろいろな情報を手に入れることで、自分で考えて行動していくことが大切だと思うの。そうだな。正しい判断をするためにはいろいろな情報がないといけないよな。そうなの。でも、残念ながら既存のメディアは、偏った報道をしがちよ。それはコロナ禍の報道でも明らかになったと思うの。自分たちやスポンサーの都合の悪い内容は報道しないってことだよな。そうよ。だからこそ、自分自身でいろいろな媒体から情報を入手することが大切ね。わかったぜ。それじゃあ、今回は都市伝説についてもっと知りたいぜ。わかったわ。今回は7月に放送されたやりすぎ都市伝説の後日談的に、関谷清が日本人に出している警告を中心に、他にも最近の予言についても解説するわ。今回も面白そうな内容だな。よろしく頼むぜ、霊夢。それじゃあ、ゆっくりしていってね。関谷清が日本人に警告。早速だけど、関谷清が日本人に対して出している警告の内容について教えてほしいぜ。わかったわ。関谷清は日本人にいくつかの警告を出しているの。複数も警告を出しているなんて、なんだか怖くなってくるな。まず一つ目が宇宙時代と電脳世界の到来よ。宇宙時代と電脳世界の到来？どういうことだ？マリサは、最近になって主要各国が宇宙軍を創設しているのを知っている？宇宙軍だって？全然知らないぜ。例えば、アメリカはトランプ大統領時代に宇宙軍の創設を宣言して、2019年に実際に宇宙軍を創設したわ。そうなのか。他にもフランス空軍は2020年に空軍改め、フランス航空宇宙軍と名乗るようになったの。さらにスペインも2022年に空軍の名称をスペイン航空宇宙軍へと改めているわ。全然知らなかったぜ。世界中で宇宙軍がどんどん創設されていっているんだな。その通りよ。もちろんこの動きは他の大国にも共通していて、中国も宇宙関連の軍事強化を図っていて、2023年3月の報道では、中国軍は347機もの人工衛星を運用していると報道されたの。347機だって、まさに桁違いだな。そして、各国が軍事的に力を入れているもう一つの分野がハイテク関係なの。それはどういうことだ？実は少し前に、中国軍が日本の最高機関網にハッキングして、侵入していたことをアメリカのワシントンポスト紙が報じたの。この報道によると、日本の防衛省の機密性の高い情報に、中国軍のハッカーがアクセスして侵入してしまっていたようなの。そうなのか。日本はハイテク分野で先進各国に遅れをとっているというけど、
やっぱり弱い部分なのかもしれないな。待って、マリサ。この問題はここで終わらないのよ。実は、防衛省がハッキングされていたことを日本政府は気づいておらず、アメリカの米国安全保障局、NSA が察知して日本に警告したというのよ。なんだって。つまり日本は自国の重要システムをハッキングされていることに気づけず、アメリカから教えてもらってようやくわかったということか。そうなの。これは大変な出来事よ。日本はハイテク分野で遅れを取っているとはいえ、まさかここまで中国に簡単にセキュリティを突破されているとは、国民も夢にも思っていないのではないかしら。そりゃそうだぜ。やっぱり政府の機密情報であれば、厳重に管理されていると考えるのが自然だからな。日本は現在、明らかにハイテク分野で遅れを取っている状況よ。そして今後の国防について考えると、それは致命傷となりかねない問題なのよ。本当だな。現代の戦争は情報戦だと言われているぜ。実際、ウクライナ、ロシア戦争でも、アメリカが人工衛星の情報をウクライナに提供していることで、ウクライナがかなり有利に戦況を進められていることは、多くの人が知っていることだぜ。そうなの。そんな時代に、他国に機密情報がダダ漏れだなんて、関谷清が日本人に警告したくなるのも無理はないわよね。そうだな。政府関係者にはもっとしっかり、セキュリティ面を見直してほしいものだな。他にも関谷清は日本人への警告をしているわ。その一つが、生成 AI についてよ。生成 AI といえば、チャット GPT が有名だよな。一回は利用したことがある人も多いんじゃないか？そうね。そのチャット GPT について、提供会社の親会社にあたるマイクロソフトは、2023年7月に日本政府へのサービス開始の準備が整ったことを、日本政府へ報告したの。どういうことだ？つまり、日本政府が、チャット GPT を使って、いろいろな公務を行うってことか？その可能性があるってことね。政府は今後、チャット GPT について技術検証を行った上で、国会答弁の下書きや議事録作成などに活用できるか検討するとしているの。おいおいちょっと待ってくれ。つまり、日本の法律を決めたり、外交方針などの重要事項を決める際に、今後はチャット GPT が利用される可能性があるってことか。そういうことよ。これには二つの問題があるわ。一つ目がマイクロソフト社を通じて、日本政府の情報がアメリカ政府にダダ漏れになってしまうのではないか？という問題ね。そりゃそうだな。マイクロソフト社のサーバーには、チャット GPT への質問がどんどん蓄積されていくだろうから、日本政府が今後どんなことをしようとしているのか、丸裸にされてしまうぜ。まあ、アメリカは同盟国だから、最悪日本の機密情報が漏れることは良しとしましょう。でも、二つ目の問題として、マイクロソフト社がチャット GPT の回答を意図的に操作することで、日本政府の意思決定に介在できてしまう可能性が大きな問題よ。まあ、そうだよな。もしアメリカに都合の悪いことを検討していて、政府の役人がチャット GPT に質問したら、その政策のマイナスの面を多く紹介するとか、いろいろと情報操作はできてしまうかもしれないな。そうなの。これは、つまり日本がアメリカの言いなりになってしまう可能性があるということよ。確かにこれは大きな問題だな。関谷清じゃなくても日本人に警告したくなるぜ。そうね。さらに、今後はメタバースの発展などで、デジタルの世界の重要度が高まってくることが予想されているわ。例えば、最近はガソリン価格の値上がりなどが大きな社会問題となっているけど、デジタル世界へと移行していけば、ガソリン価格なんてものは気にならなくなるわよね。そうだな。今後は人間は肉体を捨てて、完全にデジタルの世界に移行してしまうと考えている人も、一定数いるみたいだしな。そこまで行くと極論かもしれないけど、デジタル世界の重要性が高まることは間違いなさそうよ。そんな中で、チャット GPT が大きな影響力を持つことになると、日本はマイクロソフト社にコントロールされてしまうのではないか？と心配になってしまうわね。なるほどな。確かにそういう分野が重要度が高まっていく中で、日本政府がチャット GPT を利用することは、危うさもはらんでいるわけだな。そういうことよ。そして最後に紹介するのが、立方体状の UFO についてよ。立方体状の UFO？ 普通 UFO といえば円盤状のものが一般的じゃないか？そうね。普通、UFO と言って思い浮かべる形は円盤型だと思うわ。ただ、最近アメリカ議会で、
元アメリカ空軍のパイロットは、立方体状の UFO を目撃した経験があることを証言しているの。アメリカ議会で証言しているのか。そうよ。しかも、その証言は複数のパイロットからされているのよ。なんだって。一人じゃなくて、何人も立方体状の UFO を目撃しているというのか。そのパイロットたちによると、その UFO は最大 4.5 メートルほどの大きさで、廃炉しているというの。そしてマッハの速度で移動しているらしいのよ。一人乗りくらいの大きさなのかな？そうかもしれないわね。地球人の大きさで言えば、一人か、二人くらいしか乗れなさそうな大きさよね。まあ、ここで注目したいのは、アメリカ議会という公的な場所で、真剣に UFO についての議論が行われていることよ。これは UFO の存在を実質的にアメリカ政府が認めているとも受け取れるわ。確かにな。そして議会などで取り上げることによって、一般人にも徐々に UFO の存在を一般的なものにしていっていると考えられるの。そうなのか。気になるのは2039年に公開時期が迫ってきているウォーレン報告書の存在よ。ウォーレン報告書？なんだそれは？ウォーレン報告書とは、ケネディ大統領暗殺事件について調査を行った、ウォーレン委員会がまとめた報告書のことよ。一部の人たちの噂では、ケネディ大統領の暗殺には UFO が関係していたのではないか？という説もあるのよ。そうなのか。全く知らなかったぜ。まあ、あまり一般的にそういう話はされていないからね。まあ、そういう説もある、くらいに覚えておいてくれると嬉しいわ。ロシアとウクライナの戦争はあったものの、最近は全世界を巻き込むような大きな戦争が起きていないわ。ある意味、日本人だけではなく、世界中の人々が平和ボケしている状況と言えると思うの。関谷喜夫は、この平和ボケした頭を元に戻す必要があると言及しているの。なるほどな。確かに、平和ボケしているのではないか？と言われればそうだなと思うぜ。関谷喜夫は日本人に、もう一度危機感をしっかり持てと警告しているわけだな。神の予言者クリス、リード氏が第三次世界大戦を予言。続いては、アメリカのサウスカロライナ州に住んでいる神の予言者について紹介するわ。神の予言者だって、そんな人がいるのか。その人はモーニングスター教会の主任牧師を務めている、クリス、リード氏よ。モーニングスター教会？モーニングスター教会はキリスト教の宗派の一つよ。モーニングスターといえば、直訳すると明けの明星という意味で、明け方の金星を意味するの。金星といえば、キリストの到来による希望を意味することもあれば、サタンを示すこともあると言われているよな。そうね。そのモーニングスター教会を率いるリード牧師曰く、2023年以降に何が起こるかを示してくださるよう、3ヶ月間祈り、断食し、神にお願いした結果、トランス状態になり、精霊と出会い、未来を見てきたらしいの。なんだかよくわからないけど凄そうだな。それでどんな未来が見えたんだ？まず、バイデン大統領の動向についてよ。中国との資金関係、贈収賄が暴露され、政権崩壊が始まると予言しているわ。次に、健康状態悪化とスキャンダルによりバイデン大統領が退任し、カマラ、ハリスが女性初の大統領となるみたいなの。だけど、カマラ、ハリス政権は数週間から数ヶ月しか持たないとも予言しているわね。かなり具体的な予言だな。しかも、しれっと次期大統領まで予言しているし、それが史上初の女性大統領だなんて、かなり歴史的な出来事だぜ。続いてリード牧師によれば、食料不足が深刻化して、年内に世界中で革命が起こると予言しているわ。アフリカ、アジア、特にメキシコと南米は貧困と飢餓にあえぐことになるそうよ。食料不足問題は、最近かなり取り上げられる機会が増えてきたな。世界の人口は今なお増加傾向だし、一大穀物輸出国だったウクライナが戦争状態となってしまったことで、穀物の輸出が滞っているぜ。さらにスウェーデンではテロと暴動により、一時的に無政府状態となる、とリード牧師は予言しているのよ。スウェーデンも東欧に近い地域だし、もしかしたらウクライナ、ロシア戦争の影響を受けているのかもしれないわ。スウェーデンといえば、福祉国家のイメージが強くて、なんとなく戦争とは無縁なイメージだけど、そんな予言をしているんだな。さらに移民問題で悩むフランス、デンマーク、ポーランド、ハンガリー、イタリアなどの、ヨーロッパ諸国が愛国心ゆえに EU から離脱する可能性も見え始めるとも、予言しているわね。EU はもともと一枚岩ではないしな。ドイツなどが利益を得ていて、
南欧などの国々は不満が溜まっていると言われているぜ。そもそも複数の国々が同じ通貨を使っていることで、おのおのの国の状況に合った金融政策がうまくできていない面があるからな。あら、マリサは金融関係にも詳しいのね。マリサの言う通りよ。EU 各国はかなり不安定な状態で繋がっていると言っても過言ではないわね。そして、この不均衡な状態は第三次世界大戦へと繋がるかもしれないの。なんだって、どうして第三次世界大戦に繋がるんだ？リード牧師によると、イスラエルが突然イラン核開発施設を空爆する。プーチン大統領は核を使用しない。2024年末までには習近平政権は終焉を迎え、中国に民主主義が訪れる。聖書予言に基づく上空の印が太陽フレアによる世界的大停電を経験する。などを予言しているの。イスラエルがイランに攻撃することが、もしかしたら第三次世界大戦へと繋がっていくのかもしれないわ。イスラエルがイランを攻撃だって、しかも核開発施設を攻撃するなんて、かなりの大事だぜ。こりゃ本当に第三次世界大戦が起こるかもしれないな。まあ、可能性があるという話よ。もちろん戦争が起こらない可能性もあるし、そもそも予言が外れる可能性もあるわ。一つの可能性として認識しておく、くらいがちょうど良いと思うわ。トルコ大地震を予言した牧師が存在した？今日は最後にもう一人予言者を紹介したいと思うわ。その予言者は、2023年2月6日に発生したトルコ大地震を半年も前に予言していたの。そんな人物がいるのか、それは誰なんだ？アフリカ東部に位置するウガンダで、カンパラ、オール、ネーションズ教会の主任牧師をしているサミュエル、カカンデという名前の男性よ。カカンデ？あまり聞いたことがないな。カカンデ氏はそもそも本業は牧師だから、預言者として知名度が高くないのは仕方ないわね。でも、ウガンダ国内の信者からは圧倒的な支持を受けているのよ。そうなのか？なんでそんなにウガンダではカカンデ氏が有名なんだ？カカンデ氏は、奇跡の力で病気を癒せると言われているの。そのため、カカンデ氏を頼って教会に訪れる人が後を絶たないみたいよ。なんだって、奇跡の力で病気を治せる。かなりうさんくさくないか？そうね。カカンデ氏の能力の真偽についてはよくわからないわね。YouTube にはカカンデ氏が、ザンビア出身のイグナティウス、テンボさん、38歳を癒した事例の動画があったりするわね。彼はこの2年間、背骨に問題がありコルセットをつけて、やっと歩ける程度の病状だったのに、カカンデ牧師が、キリストの名によって命じる、癒されよ、と祈ると、コルセットを外して軽やかに歩く様子が動画になっているの。動画に残っているとしてもなんだかうさんくさいな。まあマリサの言うことももっともだと思うわ。でも、ウガンダ国内にはそんなカカンデ牧師を慕う人々は膨大な数に上り、相当な献金が集まっているようよ。そうなのか。カカンデ牧師の純資産は 2.4 億円を超え、今も増え続けているわ。物価は日本の4分の1くらいだから。日本人の実感としては、総資産10億円の牧師ということになるわね。なんだかお金稼ぎのためにパフォーマンスをしているようにも見えるな。そう見えても無理はないわね。実際、カカンデ氏の息子の一人も2018年に別教会に移籍しているの。カカンデ氏は10年で5度の離婚を繰り返していて、一般的にキリスト教の教えでは、聖職者は結婚してはいけないとなっていることも多いし、何より一般の信者でも、離婚は悪いこととして認知されているわ。別教会に移籍した息子曰く、これ以上、父親の嘘、奇跡の演出、魔術、終わりなき悪に耐えきれない。富や幸運ばかりを説いていない教会に参加したい。聖書について父の読み方と教会の読み方が全然違うことに驚いた、と告白しているわね。なんだ？ただの金と女が好きな強欲牧師みたいになってきたな。一方で、カカンデ氏は農業を営む実業家の面も持ち合わせていて、稼いだお金や自身の事業で育てた作物は、災害被災者の支援のために使われていたりするのよ。そうなのか？悪いところばかりではないんだな。そうね。そして2022年6月26日、カカンデ牧師は、トルコで、かつてない大地震が起きますと予言し、2023年2月6日にトルコとシリアを大地震が襲ったのよ。なるほどな。かなりうさんくさいところもあるけれど、事前事業に積極的だったり、本当に特殊な力が使えるかもしれないということだな。そうね。そこら辺の真偽はなかなか判断が難しいところね。まとめ。
今回も色々と解説してくれて助かったぜ。どの解説もわかりやすくて、今後のためになりそうだったな。喜んでもらえてよかったわ。もう一度言うけど、都市伝説や予言は正しい情報ではないこともあるわ。でも、こういう話もあるんだなと知っておくことで、もしもの事態に備えておくことが大切ね。そうだな。最終的な判断は自分自身がしないといけないってことだよな。その通りよ。皆さんも自分自身で最終的な判断をしっかりとできるように、日頃から情報収集を頑張っていきましょう。それでは、今日はここまで。また次回の動画で会おうね。